宮崎県に入りました。来ましたね宮崎県。日の光の米と霧島の丸池の湧き水です。鹿児島で買った鰹節を削っていただいたやつをドバッと入れて、ここに卵をだー醤油完璧。お世話になりました。一昨日も2回入ったのか、銭湯入って、毎日朝と夜入って、素晴らしいね。湯治の旅になっちゃってるおかげさまでいろんな毒が出てってるがいらっしゃいます。わ、餌ちょうだいって追いかけてきてんじゃんミッキーとミーこれディズニー公認玄関から川が室内を通って向こうに抜けていますだな。早け、またまたジョイフルに来ました。もう2時半過ぎてます。もうちょっと3時です。ちょっとねのんびりしすぎちゃって今日動きようがないんで作戦会議をします。
こっちにもいる。柵なんか関係ないね。鳥岬ってすごいね。この辺にもいたり、いる。いる。どうせだって近づいちゃいけないでしょ。降りても。こんにちは。すごいね。そう、ずっとなんか一日中食べ続けてるんだってよ。だからそこら中でいつもプラプラするんだって。天然記念物っていうことは国産の馬ってことでしょ？ああ、ねえ。下がりますね。あれ？すごいね。こういうことをここから行けないからあの崖の上へ、でも綺麗にされてるけど全然足場がないようなとこだよね。すげえなあれ。どうやって整備するんだろう。奥にぶら下がってやるしかないよね。航海安全の神様。行けるとこまで行ってみんの？もう無理だろう。高さがかなりあるんだよ。さすがにそろう。ちょっと遅すぎましたね。4時15分までです。誰も大丈夫。すっかり遅くなっちゃいました。日向の湯、このお宿のお風呂をお日帰りでお借りしましょう。
まってる感覚だよね。すき焼きです。この芋梅酒彼女に届けます。すき焼きの準備中です。これ明日のシチュー準備中です。今日もうんこコーヒーにします。クリームシチューとパンです。それでは宮崎県制覇しました。お願いします。行ってください。宮崎県制覇でーす。あちらから歩いていくみたいです。ここはもうちょっと無理ですね。激坂ですね。こっから15分だって。向こう側から風がめっちゃくちゃ通ってきます。海だけど民家があるのがびっくり。まあお土産屋さんやってたっぽいけどね。おお、もうちょっとかな。
なんでこれ